フェスティバルホール、フェスティバルホール、フェスティバルホールは、大阪府大阪市北区中野島に所在する、文化施設、多目的ホール、中野島フェスティバルホールとも呼ばれている、朝日ビルディングが運営している。高度経済成長に差し掛かったばかりの昭和30年代初期の、日本において、しかし芸術性の高い演奏会を開催するに、 ふさわしいコンサートホールの類は未だ存在しなかった。そのような状況の中、エディンバラやザルツブルクといった名だたる音楽祭に匹敵する国際的な音楽祭を開催できるホールを大阪の地にということで昭和33年1958年4月3日に新朝日ビルデング内にオープンしたのが当ホールである春光も1958年。 同じ年には東京タワーも竣工しており、3年後の1961年には東京文化会館も竣工そして開館している。土佐堀川に面する南側壁面には、牧師、音楽を楽しむのずと題された、しがらき焼きの大レリーフが施され、中に入ってみれば豪華なシャンデリアを備えるロビー、そしてマグジ30.7メートル。 奥行き22.5メートルの大舞台と2700席の客席を要する等ホールは当時世界有数と歌われるほどであった。また木質系の材料で張り巡らされたホール筐体内部は音響特性に優れ、開館以来残響の長さだけでなく音がまろやかに豊かに響くとか天井から音が降り注ぐ等と称えられるほどだった。そしてこのことが クラシック音楽はもとより、ロックなどのポピュラー音楽、ジャズ、脳、狂言などの順法楽など、あらゆるジャンルのアーティストたちから愛される存在へと成長するファクターになった。しかし、老朽化のため、開館50周年を迎えた2008年いっぱいで、建て替えのため一旦閉館。この時点で来場者数は4000万人に届くところまで来ていた。 閉館から4年余り経った2012年12月、超高層ビルとして生まれ変わった中野島フェスティバルタワーの中で2代目当たりホールは開館した。1階席のオケや2階席が急勾配となっており、そのためホールにある2700席の座席すべてからステージがよく見え、音の響きも常に均一である残響時間は空席時で1.9秒、満席時で1.7秒。 大阪大学産業科学研究所の北村音一が音響設計を手掛けており、音響家が選ぶ有料ホール100選にも選ばれた。その後、1983年にコンピュータ制御による調光装置が導入され、1989年には音響調整卓も更新され、一層の充実が図られた。前期の通り優れた音響特性を有していることから、 世界のトップアーティストからも絶賛され、レッド・チェッペリンなどもここでコンサートを行った。ライブアルバムのための録音が行われることも多く、ディープ・パープルのライブ・イン・ジャパン、マイルス・デイビスのパン・ゲア等は世界中でロングセラーを続けている。また、クラシック音楽分野でも海外主要オーケストラや歌劇団、アーティスト個人がトーホールのステージを踏んできており、 ことにバレエに関しては、関西におけるメッカとして、国内外の数多くのバレエ団がここのステージを踏んできている。このほか、少年隊によるミュージカル公演も1988年から2005年にかけて、毎年開催されていた。大阪フィルハーモニー公共楽団の定期演奏会は、開館以来、朝日菜隆が常任指揮者である間、トーホールにて行われた。 音の職人とも称されるほど音質にとことんこだわる山下達郎は1980年5月にコンサートツアーライド ON タイムコンサート80の大阪公演でトーホールのステージを初めて踏んで以来自身のコンサートツアーの大阪公演では必ずトーホールを公演会場として使用してきており後期の通り老朽化に伴う建て替え計画には懸念の情を示すほどだった また、サダ・マサシも大阪における公演のほとんどを、東ホールで開いてきており、神様が作ったホールと称賛している。1978年3月30日に初めて、東ホールにて公演を行ったサダは、デビュー35周年記念ツアー中に、東ホールにおける通算200回目となる公演を行い、その模様を、サダ・マサシデビュー35周年記念コンサート、 フェスティバルホール200というタイトルのライブアルバムに収録、さらには2001回目のコンサートを収録したライブ2001やデビュー20周年記念コンサートを収録した後の思いに、と多数のライブアルバムを東ホールにおいて収録しており、このあたりからも、サダの東ホールに対する思い入れの強さが伺える。そのようなこともあってか、ただ、山下の二人は閉鎖直前に立て続け公演を、 行った。中島みゆきもこのホールを愛し、東ホールにおける自身最後の公演の際には、フェスティバルホールありがとうと観客やスタッフと共に拍手を送っており、浜田翔吾もまた、東京では日本武道館、大阪ではフェスティバルホールでコンサートをするのがミュージシャンにとってのステータスだったと述べている。朝日新聞社グループは、東ホールが入居する新朝日ビルディングについて、 建物自体の老朽化を理由に2009年から解体工事を実施し2013年に高層ビルとして新築するという計画を発表した。これに伴い当たりホールも2008年いっぱいで一旦閉鎖し、新築されるビル内に現在と同じ2700席規模の新しいホールを設置すると表明した。新朝日ビルの建て替えに際し、 中に入っている東ホールだけでも残そうとする動きが起こり、これについて技術的に残すことは可能とされていたが、仮にホールだけ残す状態で他の施設を解体する合わせ、ホール周辺の道路を一年間封鎖しなければならず、しかしながら大阪府と大阪市から道路使用の許可は降りなかったことから、東ホールも含めて全部解体することとなった。 もっとも、関西圏における、主だったオーケストラ公演やオペラ公演が、ホール自体の老朽化、陳腐化を理由に、より諸設備の充実した、ザシンホニーホールや兵庫県立芸術文化センター、滋賀県立芸術劇場美和子ホールなどにシフトしつつ、あったことから、最新設備を備えた新生あたりホールに期待を寄せる、クラシック音楽班も存在した。 当ホールも含めた新朝日ビルの解体工事は2009年3月2日に始まって同年のうちに地上部分の解体を完了。地上区体部分の解体は同年10月末日に完了。翌2010年の1月9日より2代目、当たりホールが入る中野島フェスティバルタワー建設工事に着手した。この建設工事では初代当たりホールと同等規模の 座席数2700の2代目当たりホールの上にセンターコア方式の超高層オフィスを積み上げることを高い構造性能を確保しながら実現させることが最大の課題とれ、これに対しては高層階の荷重をホール外周部に伝達させることで巨大空間を確保する巨大トラストホールなどを要する低層階とオフィスフロアとなる中層、高層階との境界に免震層を受ける 中間層面心構造を組み合わせることで解決に導いた前車、巨大トラスについては、中層階と高層階の間に組み込まれている。ここで、低層階は、ホールの遮音性と耐震性の両立のため、SRC 作り、RC 耐震壁付き SRC 作りとし、また、中層、高層階は、S 作り、高層階の見つかい勝手と可視質効率の観点から、S 作り、 ダブルチューブ構造して、設計、建築されている。加えて二代目当たりホールに関しては、その床、側壁、天井のすべてを二重とする、浮き構造としかつ間に、防振ゴムを挟み込むという手法を開発。これにより、外部からの振動の完全遮断を可能にした。そして、川に挟まれた中野島という地の利を活かした、河川水利用による空調システムなどの、 温室効果ガスの一つとされる二酸化炭素の発生を抑制する技術もフェスティバルタワー全体にわたって入りされており、同タワーに入ることになる二代目当たりホールに関しても、観客席部分を中心に空調する変風量床吹き出し空調を採用することにより、空調効率を高める工夫が施されている。初代あたりホールの土砂堀川に面する南側壁面に飾られていた。 レリーフ、牧師、音楽を楽しむの図に関しては、大塚美登業の手により再制作され、2012年3月14日までにフェスティバルタアーソ総外南側レンガ壁面にすべて取り付けられ、同年3月19日にお披露目された。ホール解体前の最終仕様は2009年1月24日に、朝日新聞の創刊130周年を記念して、 開催された朝日会全国大会であったが、工業関係では、ポピュラー音楽系統では2008年12月28日に開催された山達郎ライブ、コンサートツアー、パフォーマンス2008から2009の一環が、クラシック音楽系統では2008年12月30日に開催された大阪フィルハーモニー交響楽団による第9シンフォニーのべが、 それぞれ最終使用事例となっている。一方、当ホールを使用して行われてきている祭事としてよく知られているものの一つに、毎年8月に行われている全国高校野球選手権大会、夏の高校野球に係る組み合わせ抽選会が挙げられるが、建て替え工事期間中には、大阪府立国際会議場、グランキューブ、大阪や兵庫県立芸術文化センターが、 大体会場として使用された。解体には反対意見も強く、現在のような音響が実現できるのかと懸念するものも多かった。山下達郎は、東ホールの建て替え計画に際して、ここを壊すのは、カーネギーホールやオペラ座を壊すのと同じこと。愚行ですと語り、東ホールにおけるライブが二度とできなくなるという強い。 以から二千八年十二月から二千九年四月にかけて久々の全国ツアーを結行。ことに東ホールにおいては二千八年の十二月十七点一八二十七点二八日の四日間に渡り公演を打った。また東ホールにおける最多公演回数を記録している一時閉館時点で二百二公演、さだまさは2 0 0年12月26日に 開催した自身にとって、閉館前最後となる公演を、ギター一本の弾き語りで締めめくくったが、その公演中に、私がもし石王だったら、うちの庭に移築したんですが、今でも、閉館は、悔しいとコメントしている。また、サダは、アーティスト側の出す音だけではなく、客席から演者に対する拍手の音が、客席から滝のように降りてくる、ホールとも表現していた。 解体前の初代当たりホールを山下はまるで大きなライブハウスのようと評しており、一方サダは前期の通り神様が作ったホールと評している。二代目当たりホールを包含する中野島フェスティバルタワーの完成予定時期について解体工事着手前には2013年春と発表されていたが、地上部分の解体完了を迎える頃までに完成予定時期。 2012年10月末日に前倒し変更された。完成予定のちょうど1年前に当たる2011年10月31日にはフェスティバルタワー全体の開業スケジュールが発表され、この中で同タワーに包含される新ホール、2代目当たりホールについては、同タワー完成後、約5ヶ月間かけてホール内の音響調整やスタッフ研修を実施し、 2013年4月3日に開業式典を挙行するとしている。その後2012年4月9日には2代目アタリホールにおけるコケラ落としを休止していた大阪国際フェスティバル後期の再開初日公演として2013年4月10日に開催されるフェニーチ歌劇場を大阪港に決定したこと等を明らかにした。そしてフェスティバルタワー本体が竣工し、 二代目あたりホールが、開館に向けての準備段階に入った2012年12月20日には、井上道義率いる大阪フィルハーモニー交響楽団の一団が、ステージに上がって、当面、第9を、支援。さらに翌2013年の1月19日には、実際に、聴衆、約2500人を客席に入れてのオーケストラ支援も、同じく、大阪フィルが参加して実施された。 二代目あたりホールでは、ステージに、神奈川県産のヒノキが、音響反射板に、カナダ産のコメツが、カナダツガが、そして、客席床には、茶色のインドネシア産ローズウッドが、それぞれ素材として使用されている。音響反射板については、まずステージ上に四方取り囲む、重量120トンの音響壁ユニットを用意し、クラシック音楽系統公演のうち、 オーケストラコンサートなど純粋な音楽コンサート開催時にはこのニットがステージを取り囲む形で設置される。すると、舞台かみて、下手及び上部が塞がれる格好となり、これによって、ステージ上で奏でられる音を逃さず、客席に届けられる音響を実現させる。オペラやバレエなど、舞台演出や、大道具、小道具類を伴う公演その他においては、音響壁ユニットを、 ステージ最後型に交代させて4メートル持ち上げることでユニット自体を収納させるが、その際、ユニット本体の内側面2面、上部と下手部と天井部の計3面について、各々の一部を折りたたむことで収納スペースの縮減を実現させている収納中のユニット本体は背景膜を使って閉鎖される。さらに、ステージ上の音響壁ユニットも含めて、 ホール内部即壁には音響反射用の凹凸が作られており、その一つ一つについて全て異なった形状や向きにて作られている。こうすることにより音を様々な角度に反射させて客席にまんべんなく届けることが可能となっている。そして最新の音響機器類も導入するなどした結果、残響時間は空席時で最大2.2秒。 満席時でも最大2秒を叩き出している。満席時における数値は設計目標値。二代目あたりホールでは、長田音響設計が音響設計を担当、2010年夏から約半年間にわたって、ホール実物の10分の1縮尺模型を使って、様々な条件下での音響シミュレーションを実施している。ステージ周りに関しては、ステージ自体は9ホール。 初代当たりホールでは固定されていたのを2代目、当たりホールでは間口25から30メートルの可動式に変更したほか、大道具等を吊るすためのバトンについては、初代の時には33本の手動式だったのを2代目では54本の電動式にグレードアップ、さらにコンピュータ制御も取り入れることで複雑な舞台演出に対応できるうにしている。客席部については座席数こそ、 初代と同じ2700席としているものの座席配置については初代では2層配置2階席までだったのを3層配置3階席までに変更加えて客席部分のホール幅を初代の時と比べて狭めることで天井からの反射音が客席奥まで届かせかつステージを眺めやすくしたさらにここの座席に関してはいずれも初代の時と比較して 一般座席については座面幅 5cm、前後間隔 4cm、ボックス座席については座面幅のみ 7cm、それぞれ広げている。2013年4月3日に新フェスティバルホール開業記念式典が行われ、音楽関係者ら約1000人が開業を祝った。来賓で訪れた佐田正氏はホールは街の文化そのもの。フェスティバルホールの存在がずっと、 大阪の音楽文化を表してきた。新しいホールでどんな風に歌えるのか楽しみにしていると語り、また音楽の神様がこのホールを作ったとずっと言ってき、閉館すると聞いて引退しようと思ったが、神様の作ったホールがまた4月に戻ってくると思ったら元気になってきたと祝辞を述べ、22日にはオープニングコンサートをかえりの縁を果たしている。 また、山下達郎も5月3日4日に公演を果たし、そのライブ中、空気感が変わらないのにはすごく安心したとの評価をしている。2014年4月の第477回から大阪フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会も、新生なった東ホールに戻って開催されている。大阪国際フェスティバルは、初代あたりホールが開館した1958年、 以来、毎年春に、東ホールを会場として開催されてきている、音楽祭。開館年に開催された第1回のみ、大阪国際芸術祭と銘打たれていたが、当時の運営サイドにおける混乱もあって、翌1959年開催の第2回からは、現名称に改められ、今日に至っている。1966年には、ヨーロッパフェスティバル協会に加盟している。 2008年いっぱいで初代あたりホールが建て替えのため一時閉鎖されたことを受けて同年開催の第50回フェスティバルを最後に一時休止となり翌2009年から2012年にかけては特別公演として平県立芸術文化センターなどで分散開催されたそして2013年4月3日の新ホール2代目あたりホールの開館に伴い コケラ落とし公演として、同年4月10日に開催予定のフェニーチェ歌劇場、大阪公演をもって、フェスティバルが再開、第51回され、在に至っている。当フェスティバル自体の運営については、現名称に解消された第2回以降長らく、大阪国際フェスティバル協会が担ってきたが、1998年からは、朝日新聞文化財団に引き継がれている。 ただし運営が引き継がれてからも、大阪国際フェスティバル協会の名称は主催者に、属する一名義として、朝日新聞文化財団と共に列されている。これまでに、カラヤン、バーンスタイン、イーゴリスト・ラビンスキー、フランツ・コンビチュニー、ベルリン・フィル、ウィーン・フィル、ミラノ・スカラザ、ライプツィ・ヒゲ・バントハウス管弦楽団などといった、早々たるアーティストたちが来園してきている。 中でも1967年の第10回フェスティバルに的確、開催されたバイロイト・ワーグナーフェスティバルは、バイロイト音楽祭の過去2度しか存在しない、海外公演前例の一つとして知られてり、出演アーティストには、ワーグナーの孫で演出家のボルフガング・ワーグナーをはじめ、ワーグナー歌手として名高いソプラノ歌手ビルギット・ニルソンと、テノール歌手、ボルフガング・ビンガッセン。 当時40代前半のピエール・ブー・レイズ等といった豪華な顔ぶれを揃えて世界中の注目を集めるところとなり日本のオペラ史に輝かしい金字塔を打ち立てた。また初代あたりホール一時閉鎖前最後の開催となった第50回フェスティバルではザルツブルク音楽祭の事実上初めてとなる海外ツアーの一貫公演曲目はフィガロの結婚が行われ 取り壊しに伴って休止となるフェスティバルに花を添えた。いずれも2013年4月現在、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。